こんにちは、箱庭兄弟の忠則です。どうもヨガです。はい、ということでロキの第4話の感想をやっていきましょう。イエーイ、まあ、感想というかちょっと考察が多い感じになると思うんですけど、今回は考察いっぱいできる ね、うん、今まで言ってなかったんだけどさ、うん、この動画ね、あの本編のネタバレを含みますのでネタバレが嫌な方はブラウザバックしてください。いや、これ言ってみたかったんだよね普通に言いたかっただけね、うん、ということで、まあ、はい、ネタバレありの感想と考察をやっていきます。はい、ということで、ね、うん、一つの星の話だけで終わった第3話と違って、うん、第4話で一気に話が動いた感じがありました。いや、もうなんか物語の佳境に来たんだなって感じ。というか、たった1話の中で、うん、俺らだいぶあの感情をね、揺り動かされたよ。揺り動かされた、本当に。まず最初は、うん、あの、あっけない感じで肩透かしくなった。全然普通に帰れんじゃねえかね。そう。全然普通に捕まるじゃねえか、みたいな。あそこに伸びた理由ってのは何なんだろうね。分かってないんだよね。あれってのは、あれが愛の力なのか、あのまま行くと、うん、つまりあの、分岐エネルギーじゃん。うん。分岐エネルギーっていうことが、分岐エネルギーってことは、歴史が変わる可能性があるような、イベントが起きてたってことじゃん、あの瞬間に。でもあの2人、つまり、うん、ロキとシルビーがあのままいたら、うん、あの星が絶滅を免れた可能性があるってことなんだよ。あ、そのままあのいたら、そこで何か出来事起きてたら、うん、可能性があるのか、うん、もしくはあの見ながらさ、ヒューガも話してたけどさ、うん、そのシルビーかもしくはロキが死ぬことが逆に分岐になってしまう可能性。俺そう思った。ね、わかんないんだよ。だから、うん、シルビーは死んじゃいけないのかもしれないよね。なんだろう、捕まる必要あるんだけど、うん、あの、殺してはいけない。そうだね。うん。で、あの、本当のことを話そうとしてるのに、全然話を聞いてくれない、うん、あの、メビウスにちょっとイラッとしたりね。いや、ただメビウスは、その、聞かないのは、うん、自分の中で、ほらもう TVA にちょっと不信感あるじゃん。そうそうそう。それをもうかき消すためのあの怒涛のさ、うん、でもそれがね、じれったいんだよ。ああね、こっちとしてはもうね、志村後ろなの後ろ後ろ、ね、後ろだよ後ろって言ってるの、ね、全然振り向かないから、うん、もういやもうってね、じれたいわね。早く見もう聞けよ話しようって思ってなってたなってた。そうそう、うん、で、あの、やっと話聞いたと思ったら消されちゃうじゃん。あれもう辛かった、ね、もう、いやだってさ、いやあそこはさ、うん、あの今までのあの別の作品だけどさ、うん、上海ヌーンとかさ、あのナイトミュージアムとかさ、切り抜けてきたじゃんあの人って。そうだね、だって時計塔からも落ちなかったし。そう、死んだと思ったら時計塔のあの針にしがみついて死ななかったんだよね。で、駆け抜けてっても銃に当たらないし。そうで、リスにさらわれるしね。それ違ったわ、それあのローマの方だったわ。リスは分かんなかった。だからね、あの、うん、あ、死んだと思ってちょっとと思って、あの場面ってさ、うん、あのあそこであの見え、なんかあの向上をさ、うん、述べて反撃するシーンじゃん。そうだね、どっちかといえばあの人のキャラ的に今までの、うん、それがさ、あのあっけなく消滅しちゃうからさね。俺思ったのが、うん、俺、まあそこの時点でだよ、あの最後の場面まで見ないで、うん、その瞬間に思ったのは、うん、あ、これロキの闇落ちパターンだなと思った、うん、完全なヴィランになるための布石なのかなみたいな、うん、ことは思った。直後のさ、ロキの顔がさ、あのあれ素だかった。あの、いたずらとかして捜査の邪魔とかしてるけど、うん、ロキなりにその親近感というか、うん、あの心開いてるっていうか、大事な存在になってたんだなと思って。そうだよね、だっていや、もうそのいたずらとかも全部、うん、照れ隠しなんだろうなと思った、うん、だって包み隠さずロキの全てを知ってるのってメビウスだけじゃん、うん、今まででさ、初めての理解者としてさ、うん、メビウスってなんだ、メビウスだったわけじゃん。そうそう、うん、久々のシーン、あれさ、久しぶりですって思ったけど、でもエージェント・オブ・シールドに出てたんだね。出てたらしいね、でもそれでも7年前だって、
はあ、マジか。7年前っていつだ ?2014 年。え、じゃあもう。だから、あの、ダークワールドの、ちょいやとじゃん。直後のエージェント・オブ・シールドで、うん、それでもちょっとダークワールドの話とかが噛み合ったりしてるんだって。いや、お帰りって感じだね。ラグナルクの時どこ行ってたんだよってね。生きてんでしょ?いや、わかんない。いや、まぁ、死んだ描写は行かないから、ね。でも、うん。ロキで出したっていうのはサプライズもあると思うけど、うん、あのマイティーソーラブ&サンダーに出た時の、はい、あれこの人誰だっけっていうのをなっちゃうね、防ぐ役割なのかもしれない ね。あの何回も殴られるっていう拷問を用いる傍らあの B15 がね、うんうん、B15 がシルビーを連れ出してっていうか、あれ気づくべきだったな。何が？あの3のさ3話で、うん、あの相手の記憶を読み取る必要があるって言われた時に、うんうん、B15 乗っ取られてたの忘れてたわ。忘れてたよ ね。すっかりすっかり忘れてた。そのちょっと考察がかすってたというか、ちょっと当たってたのを喜んでしまって、うん、B15 一回乗っ取られてたから、うん、あの記憶を、ね、見せられてたっていうのをね、気づけばよかったね。ね、あの先週の段階で、うんうん、くっそ弱かったよね。いや、あそこさ、めちゃめちゃかっこよく出てきたじゃん。出てきた。永遠に時をいつでもって。ね。でも、うわーって言って、そのまま、やべ、めちゃ簡単に。ね。そんな簡単にやられるでしょと思って。お前すげえ強そうな感じで、今までさ。そう、ロキをさ、ね、一撃でのすくらいだから、うん。なんか、それなりになんか武芸に秀でてる人なのかな、みたいな。ね。まあ、その後ちょっとタイムカラーで遊ばれたりとかあったけどさ。あったね。で、簡単に操られるとかあったけどさ、うん、それあの絡めてとか使われたから、うん、あのね、ちょっと遅れを取ったみたいな感じかと思いきや、うん、弱え、弱かった、弱えよ、かわいそうだった。選定されてないから、選定されてないね、うんうん、ギリセーフ、よかったね、うん、だから今度は、だから流れ的には多分あの TVA でシルビーと、まあ、B15 が、うん、あの2人であの中から探って、いや、中から探らないよ。探らないの？いや、あのままラボーナの、尋問だよ。あ、尋問か、二人でか。うん。ていうかさ、一瞬さ、うん、あ、本当にタイムキーパーたちいるんだって思ったじゃん。あ、思ったけど、いや、でも俺さ、うん、出る前の目光ってるだけのとこあったじゃん。うん、あ、あれね、なんかちょっと。俺、あれは、もうなんか怪しいなと思った。あの時点でなんか、あ、これ偽物なのかなみたいな思ったけど、ね、ロボットだったね。ロボットだったね。で、裏で誰が動いてるのかってことかもね。うん、あとね、で、冬を打たれてロキが選定されるじゃん、うん、うんうん、で、ね、絶望に陥ったと思いきや、おね、生きてたよ、ね、で生きて、他のバージョンのロキたちに囲まれてね、いろんなロキ出てきたいや、で、あれでタイトルのロゴの意味がなんとなく分かったので、いや、俺ね、オープニングの時にさ、うん、ロキっていう文字がたくさん切り替わるじゃん、フォントが。あったね。だからいろんなバージョンのロキの、そうだね、フォントが全部違うじゃん、うん、だからいろんなバージョンのロキですよっていうのを表してるんだなって。俺そこでもう一つ思ったんだよ。そのいろんなバージョンのロキ出てきたじゃん、うん、で、そのタイトルもロキだし、まあロキのドラマだから、まあそうなんだけど、そのロキのロゴとかいっぱい出たりとかさ、あんじゃん、うん、で、ロキも今回いっぱい出てきましたと、うん、で、今回ロキのロキがタイトルのドラマじゃん、うん、俺思ったんだよ、うん、今回の主犯格、うん、TVA のもうボス、うん、ロキなんじゃないかなって、うん、思った。それあの、あれサビターみたいな感じ。まあサビターみたいな感じがまあそうだね、ロキなんじゃないかなって。で、あの、ミスミミついたじゃん、うん。あれもロキなんじゃないかなと思った。うん。裏から動いてるロキの、うん、まあ、分身体じゃないけどさ。うん、表だって TVA の中で動ける存在が、まあ、ミスミミツ、うん。ロキはもう変異体としてさ、なんだろう、敵みたいな感じになってるからさ、TVA の中で。うん。だからロキ自体では多分動けないと思うんだよね。うん。TVA で。だからミスミミツを裏で動かして、自分は高みの見物みたいな。いや、これでさ、シルビーがお母さん説とかもあるじゃん、うん、お母さんを生き返らせるための道筋を作ってるとかもあるんじゃない、うん、敵のロキってのは、うん、シルビーという名の、うん、お母さんを、うん、
生き返らせるために、うん、TVA を発足したんじゃないの。どうあがいても、うん、多分死ぬ運命だったんだよ、うん、結果的に。でその全部の死の運命を回避させるためにまず一本にまとめて、うん、どう分岐しても死んでたはずのお母さんを、いや、なんとか、いやそれなら、うん、多分あの変異体にわざとさせて、うん、でその変異体としてその新しい人生を与えようとしてる。ああそういうことか。そうだからあの本筋のフリッカーはどうやっても死んじゃうから、うん、あの変異体をその連行して、うん、その変異体になるとあの時間軸から独立するから、うん、そのまんま自分の人生を生きさせるというか、うん、そのだからあ敵がもし、うん、あの親玉ロキだったらその動機はありえるよね。うん、うん、そうだからそれがあのほら分岐でさ一気にギュンって伸びたじゃん、うん、あれってのはシルビー、まあ、お母さんが生きていないといけない線なんだよね、うん、新生時間軸ってのは。それが分岐したっていうのはシルビーが死んじゃうから、うん、ギュッて登ったじゃないの、あのままだと、ね、ってことなんじゃない。まあヒューカがね、うん、あのすごい考察を、でもなんか割とありえそうではあるんだよね、うんうん、あの1話の段階で、うん、あのロキはあのインフィニティストーンに見切りをつけたんだよ。そうだよね、あの TVA の中だと、うん、あの小石ほどの価値しかないみたいな、分地にしか使われないみたいな価値だから、うん、そうそう ロキにとってはね、あのインフィニティストーンってあの宇宙で最強になれるからというか、宇宙で一番の支配者になれるから、うん、あの欲しがってただけであって。そうだよね、うん、まあ、手段だったね、あくまでもね。でそれが意味がないものってなると、もうそんなもん価値がないと、うん、だからあの手に入れられたのに戻して、あの TVA の資質を見ながら、これが宇宙最強の力かってなったから、うん、まあなんつうの、 TVA あのその後のさ、うん、2から3にかけてはあの TVA を乗っ取って、うん、でまあその時間の支配者というかね、時間軸の支配者になるっていうのを密かに目標にしてたんだろうけど。そうだね、うん、例えば、うん、あの敵は未来の自分じゃん。まあそうだね、あのワンダもちょっとそうそう、たどり得る未来の自分だから、うんうん、あのそのなんて言うんだろう、悪い選択をした先にいる自分の鏡を見てるみたいな、うん、まあロキの目的を先に達成したやつがタイムキーパーというか、その上にいるやつなんだよね、うんうん、その誰かに生きててほしいから、その唯一の時間軸を守るようにしてるとか、うん、あのマーベルのキャラクターでカーンっていう人がいるんだって。うん、知らないんだけど俺は。でそれが実はあの TVA を作った人とか、あの裏の支配者なんじゃないかなみたいな言われてるんだけど、あのねワンダービジョンの時もさ、メフィスト出るって言われて出なかったじゃん。だからちょっとあの、うん、物語の進み具合的に突拍子もないような規模の人が出てくると、うん、あのおかしくなる、置いてきぼりになっちゃうんだよね。そう、置いてきぼりになるし、世界観もインフレが進みすぎる。そうだから多分カーンの出現はあのもし仮にやるとしたら、うん、あの映画版の方のなんかストーリーで、あのサノスみたいな形で、あちょっとずつ出てくるっていう方がまだ自然かな。そうだね、出るならね、うんうんうん、だから多分ロキの TVA の黒幕はそこまで突拍子もない人物ではないっていう、ね、というかもうそれで、ね、そうだね、突拍子もない方向に行かないね、うん、だからっていうことなんでしょ。そうそうそう、うん、今まで出てきたもう3話の中で多分もう犯人はいるわけ。3話までの中での、まあ、主要キャラだね、うん、あの中にもう犯人はいるんだよ、うん、でももうラボーナーは違うじゃん、うん、下請け会社じゃん、うん、親会社がいるわけ、うん、それは誰なのかと、うん、いうことだよ、うん、俺はロッキーじゃないかなって本当に思う、うん、TVA の職人ってさ、うん、どこから持ってきた変異体なのかな。そこのさ、兄ちゃんの今のリサイクルって話なんじゃん、うん、で、選定したものがあそこに飛ばされるとしたら、うん、あのスタークタワーにいたアベンジャーズみんなどうなんだろうね。 TVA を作り出したのですって言いながら更新してるんだけど、あそこ、そっか、うわいや、だからあそこに全部意味が入ってるのかもしれないし。